やあ、君たち。ちょうど探していたんだよ。げ、神城先輩。ご無沙汰しています。2年と1年じゃ、なかなか顔を合わせる機会がないからね。ところで、実は、面白いものを作ったんだ。ぜひとも君たちに見てもらいたいんだけど、付き合ってもらえるかな。特に青柳くんには興味を持ってもらえると思うんだけどね。え？俺ですか？じゃあ。いえ、俺たちは昼飯買いに行くので、ほら行くぞ東野。え、おい秋人。あ、ずるい弟くん。それじゃあ行こうか、瑞希。あ、それで何をするつもり？爆発するものとかだったら嫌なんだけど。爆発なんてしないよ。ほら、これなんだけどね。何これ、真ん中にボタンとスピーカーっぽいものついてるけど、防犯ブザー？なかなかいい推測だね。試しにそのボタン押してみてくれるかい？本当に押して大丈夫なやつ？嫌な予感しかしないんだけど。大丈夫、音が鳴るだけだよ。さあ安心してボタンを押してくれ。音ね、まあそれくらいならいいか。えい。わっ、つかさ先輩の声。さあどんどん押してみてくれたまえ。あ、うん。えい。なに、別のになった。なにこれ。アマかけるペガサスと書き天魔。ワンダホーイ。なに、なんなのこれ。未来を約束されたスター、その名もキラキラサニサニー。本当にセリフいくつ入ってんの。種類多すぎ。よし、絶対全部聞かなきゃ。ああ、笑いすぎてお腹痛い。っていうか、これ本当に何なの？舞台装置の試作品だよ。使い道はいろいろ考えているけれど、一つは瞬間移動かな。瞬間移動？客席の中から声や音が聞こえて、そちらに観客の視線が向いた隙にキャストが消えたり現れたりっていうね。へえ、そう聞くとめちゃくちゃ単純な仕掛けだけど、効果あるの？それはもちろん、使い方次第さ。あくまでまだ試作段階だから、実際のショーに取り入れるのはだいぶ先になりそうだけどね。ふーん、てっきりこういうおもちゃなんだと思ったよ。実はそういう目論みも少しあったんだ。こういう意味のわからない一見馬鹿げたおもちゃなら、何も考えずに笑ってくれると思ってね。それって、もしかして僕のために、ひょっとして。また屋上で待っているよ。ひょっとしてさ、結構ここで待ってた？そうでもないよ。瑞希が来たらわかるようにドローンを飛ばしていたしね。は、
今朝ドローンの音がしたと思ったら、やっぱりそうだったんだ。また意味もなく大笑いしたくなったら、それいつでも貸すよ。笑うといろいろすっきりするだろうしね。うん、そうかも。ありがとう、ルイ。